首に合うように軸をくり抜きます。軸に接着剤をつけ、北尾をはめ込み、しっかりと固定します。布のりを北尾にたっぷりと含ませた後、巻きつけた糸を回しながら余分なのりを取り除きます。北尾の形を整えたら乾燥させます。軸に三角刀で銘を彫り、その部分に軸の素材に合った顔料で色付けをします。熊野筆は70以上の工程を一人一人の手作業で作り上げていきます。熊野筆は、全部手作りでありますからね、一本ずつ丁寧にこさえて書道する人に気に入る筆を作るのが第一です。